狸と俳人田中幸太郎安永年間のことであった伊勢大廟の内宮寮から外宮寮に至る裏道に柿で名のある蓮大寺という村があるがその村に沢田正蔵という人が住んでいた正蔵はまたの名を長代と言いい呉を六名と言って和歌を良くし俳句を良くした ことに、俳句の方では、その頃なかなか有名で、その道の人々の間では、一風変わったところのある俳人として知られていた。肖像は煩雑なことが嫌いなので、妻も目とらず、時々訪れてくる俳優の他には、これといって親しく交わる人もなく、一人一室に老居して、工作をするのを何よりの楽しみにしていた。 ある年の晩秋の夕べのことであった。いつものように渋茶をすすりながら、草くにふけっていた肖像が、ふと見ると、窓の障子へ、怪しいものの影が映っていた。肖像は、不審に思って、つと、窓の障子に手をかけたが、誰か人だったら気恥ずかしい思いをするだろうと思ったので、そのまま庭先へ回って、窓の外を見た。窓の外には、 一匹の古だぬきがうずくまっていたが、ぬきは肖像の姿を見ても別に逃げようともしないのみかかえってうれしそうに尻尾を振るのであった。肖像は今日あることに思ってうちの中から食べ物を持ってきて投げてやった。とたぬきはうまそうにそれを食ってから行ってしまった。 そのあくる日の夕方も、肖像が初見をしていると、また窓の外へ狸が来てうずくまった。肖像はまた食べ物を持って出て、狸の頭を撫でたりしたが、狸はちっとも恐れる風がなかった。その狸はその翌晩もやってきた。肖像は待ちかねていて座敷へ呼び入れた。狸は初はめの間は躊躇している様子であったが、 やがががてて尻尾を振りながら上がってきた。そして肖像が初見をしているそばに座って一人で遊んでいたがしばらくすると寂しそうに帰っていったそれからタヌキは毎晩のようにやってきた肖像は寂しい一人暮らしの自分にいい友達ができたような気がして嬉しかったタヌキは肖像に慣れて肖像が帰れというまで いいつまでででも遊んでいくようになったある夜、タヌキがいつものように、肖像のそばで遊んでいるうちに、古外は大雪になった。肖像は積もった雪を見て、タヌキを返すのがかわいそうになった。で、タヌキの頭をなでながら、おい、タヌコ、今夜は雪だから止まっていけ。と言うと、タヌキは尻尾を振って喜んだ。 その夜、タヌキは、肖像の床の中に入って寝たが、それからタヌキは、肖像の下で、止まっていくようになった。肖像がタヌキを可愛がっていることは、やがて、村中の評判になった。村人は、時々、夜の明け方などに、肖像の家から出ていくタヌキの姿を見ることがあったが、互いに戒めあって、危害を加えなかった。そして、 村の子供たちにも、先生様のタヌキにいたずらしちゃいかんぞと言いした。ところで、その肖像が病気になった。初めはちょっとした風であったが、それが高じて渋滞に陥った。村人たちは代わり代わり肖像の病気を見舞ったが、その都度肖像の枕元に座っているタヌキの首相な姿を見た。肖像は 自分の病気が重なって長くないことを悟ったので、某日そのたぬきに言った。お前とも長らくの間仲良くしてきたが、いよいよ別れなくてはならぬ日が来た。私がいなくなったら、もうあまり人に姿を見せてはならんぞ。それに、どんなことがあっても田畑などは荒らさぬようにしろよ。さあ、もういいから帰れ。 肖像の言葉が終わると、タヌキは、章然として出て行った。その夜、肖像は、親切な村人たちに見とられて、息を引き取った。それは、安永七年、六月二十五日のことであった。それから、数日の後のことであった。一日の仕事を終わった村人の一人が、家路に急ぎながら、肖像の墓のそば近くに来かかったとき、その墓の前に、 うずくまっている女の姿が目についたその女は美しい着物を着て手に一束の草花を持っていたそしてよく見ると女は泣いているらしく肩のあたりがかすかに震えていたそれはこの付近ではついぞ見かけたことのない女であった村人は誰だろうと思って不審しながらそのそばへ行ったもし 村人がこう言って声をかけた途端その女の姿は忽然と消えてしまったそしてそのそばには女が手にしていた草花が落ちていた村人たちはそれを聞いてそれはきっと例のタヌキだったろうと言ってその行為を主張がったがその心が村人たちをしてタヌキには決して危害を加えまいという不分律をこしらえさせた 次来、その村では今に至るまで狸は取らないことになっている。